病気や災害などにより親を亡くした子どもたちの進学などを支援する足長奨学金の募金活動が今日から県内12カ所で行われています。足長育英会が運営する足長奨学金は病気や災害などで親を亡くした子どもや親に障害がある子どもたちを対象とした支援制度で、毎年春と秋に全国で募金活動を行っています。今日は神戸の JR 元町駅前で奨学金を活用して学校に通う大学生らが自らの境遇や思いを語り支援を呼びかけました。ありがとうございます。私は幼稚園の時に父親を失った意地の一人です。私のような意地を一人でも多く進学させたいと考え、この活動を行っています。ご苦労さん、ありがとうございます。ありがとうございます。大切に使わせていただきます。足長育英会によりますと、奨学金を必要とする学生は年々増えていて、今年度の高校奨学金の申請者は過去最多の2629人に上りますが、資金難のため半数以上が奨学金を受けることができていないということです。僕たちが今まで支援してもらったように同じように支援していきたいなと思い、この活動をさせていただいております。関西全体で募金活動を行っているので、見かけた際はぜひ温かいご支援、ご理解、ご協力の方よろしくお願いします。募金活動は県内12カ所で明日と来週の土日も行われ、支援金は郵便振替などでも受け付けています。